おはようございます。もこさん、おはようございます。おはようございます。雨が止んでですね、雨が止んで、まあ今のところは、あ、でもまたちょっと降るかもせいもあります。まゆちゃん、ともさん、アレリア、かずやさん、おはようございます。みーちゃん、おはようございます。けけけさん、おはようございます。台風がね、今どこに あるんでしょうか。風が、突風が宮崎県にあったとニュースがありました。メロディーさん、おはようございます。ここはですね、こういう曇りです。雨は止んでますが、またちょっとですね、レーダーを見るとまた雨が降る可能性があります。今本当にレーダー、皆さん雨雲レーダーというのがありますよね。雨雲レーダーで、雨雲がどこにあるか、それで、そのなんて言うんでしょうかね、雨雲を見ながら天気を自分で予測できます。雨雲を見ながらね、自分で天気予報を予報できます。すごく、まあ、便利な世の中と言ったらいいでしょうかね。雨があと1時間大丈夫だとかね、この雲がだいたい西からこう東にこう流れていきますので、あと1時間ぐらいは雨が降らない、あと2時間ぐらいは雨が降らない、自分で予報ができますね。今もちょっと雨雲レーダー見てきてですね、あとまあ30分ぐらいで、あと30分ぐらいで雨が降るかもしれないですね。そういう雨雲が今近づいています。でもまあ半分ぐらいは大丈夫でしょう。雨が降ったらね、ちょっとこの、木のそばに雨宿りします。はるきさん、おはようございます。あやぽんさん、おはようございます。皆さんもぜひですね、雨雲レーダーで、細かい天気予報を自分でしてですね、まあその普通のヤフーの天気予報あるじゃないですか、こうね、何時頃何時、あれあまりですね当たらない感じがしますね。町田地区のヤフーの天気予報を見てもいつも外れてる感じがします。だからまあその雨雲レーダーで自分で判断した方がいいかもしれませんね。はい、ヒットさん、ハレリア。今日はですね、秋分の日です。秋分の日というのは、まあ、昼と夜の時間が同じということで。ということは12時間、昼が12時間、夜が12時間と言ってもいいんじゃないかと思います。まあ、これ夏が終わりという感じでしょうかね。夏が終わりで、これからまさに秋という感じでしょう。ぜひ皆さん、まだ皆さんの中ではですね、お彼岸と言いますよね、お彼岸墓参り行く人もいるかもしれません。まあ、お墓に行っちゃいけないということはありませんが、お墓に行くとですね、まあ、先祖に向かって祈るということが習慣であります。私たちはですね、神様に対しては拝んでもいいけど、死んだ人を拝んではいけないという、死んだ人は神になるわけではありません、仏になるわけではありません。死んだ人間も人間なんです、ね、人間がただ生きてるか死んでるかということです。私たち生きててね、もちろん尊敬はしますよ、誰かね、むしろ私たちは人間を尊敬しなければいけませんが、尊敬することと拝むこととは全然違います。私たちクリスチャンはですね、人間を拝みません、偶像崇拝しません。まあ、皆さん毛沢東、レーニンじゃない、スターリン、キム・ジョン、うん、ね、キム・イルジョン、イルソン、ヒットラー、みんなそれはですね個人崇拝じゃないんですか。
生きてる人間を拝む、それは危険ですよね皆さんね、個人崇拝は危険なんです。はるきさん、拝んでるのではなく傷んだり懐かしんだりしてるんだと思います。まあそういう部分もあるでしょう。でもその痛むとか懐かしむということを利用されて結果的には拝んでるわけですね。ですからそこのとこを区別きちっとできてないという、傷んだり懐かしむことと拝むことがミックスになっちゃってるところに問題があるということですね。西洋にも秋分の日ってありますか？いや知らないな、世界に秋分の日があるかどうかちょっと知りません。トーバですか？トーバってどういう意味だったかちょっと忘れました。トーバはどんな意味だったかな。そう、みーちゃん、その通りですよ。アイドルやタレント、有名なスポーツ選手とか、あれ全部偶像崇拝ですね。偶像崇拝。スポーツができる、歌がうまい、かっこいいから拝む。偶像崇拝になっています。私たちはね、本当に拝むべき方がいるんですね。人間はそもそもですね、作られた存在で神様によって能力をもらっている存在です。本来はその神様に栄光を返すべきところを、その神の栄光を盗んでしまう、神の栄光を人間のものにしてしまう、自分のものにしてしまう、まあ、それが偶像崇拝ですね。偶像崇拝というのは神の栄光を神じゃないものに帰してしまう、まあ、栄光を盗むという、神の栄光を盗んでいる。それはですね、神の目から見たらば良くない、神の目から見たら神の栄光を盗んでいる、まあ、それが偶像崇拝ということでしょう。世の中はまさにその偶像崇拝に満ちているんですね。もうオリンピックもそうですよ。オリンピックもですね、早く走れる、早く飛べる、早く泳げる、ね、いろんな運動能力がある。でもそれは神様に栄光を返すべきじゃないですか。神様に栄光を返さなきゃいけないのに、私は力がある、私は能力がある、私はすごいなんて言ってるのはですね、これはまさに神の栄光を盗んでる。以前ね、サッカー選手で、なんていう方だったかな、サッカー選手で何かメダルをもらった時に、ここにイエスだ、ね、こうイエスって書いた、ジーザスって書いたサッカー選手がいましたけど、まあ神に栄光を返す、それが大事ですよね。クリスチャンのサッカー選手はですね、まあ、ボールをゴールすると、ボールをゴールでシュートすると、こう十字架を切ってね、十字架を切って神様に栄光を返します。まあそれはいいことだと思います。ルールさんおはようございます。ぼちさんおはようございます。ひこさん。みーちゃん、神様からのプレゼントは神様に返さないといけないのですね。その通りですよ。そう、神のものは神に返しなさい、カイザルのものはカイザルに返し、神のものは神に返しなさいと言っています。私たちの人生は神からもらったものを神に返してるんです。私たちは、もし良い行いをするなら、良い行いをするなら神様からもらったものを神様に返しています。もし私たちが悪いことをするなら、もし私が悪いことをするなら、神から受けたものを自分のために使っちゃってるということですね。悪いことをする、罪を犯すというのはそういうことです。私たちが自分、欲のために何か、その、好き勝手なことをする、悪いことをする、それは神のものを盗んでることになります。しかし私たちが悔い改めて、ああ、神から受けたものを神に返さなきゃいけない。神から受けたものを神に返さなきゃいけない。それは、
神様の御心を行うということですね。神様、そう、みーちゃんタラントの話でも言えるわけです。カズさん、おはようございます。私たちが神様の御心を行い、神に栄光を返せたら、それは、神のものを神に返していることになるんです。それが人生です。キューちゃんいつも返してるの。そうですよ、この放送もそうじゃないですか。この放送は何ですか。この放送でイエス様を信じなさいと伝道しているわけです。イエス様の教えを守ってくださいと放送しているわけでしょ。でこれは、神に栄光を返しているわけです。神の名前を崇めているわけです。これは神のものを神に返しているわけです。私が受けた能力、私が持っている与えられた時間、与えられたそういう神の知識を神様のために使ってるわけです。それは神様に返してるという、神のものを神に返す。光で言えば反射ですよね。こう鏡に光が当たって反射する、光を反射する。ですから世の光ということですね。私たちは神の栄光を反射している。それがクリスチャンです。もし私たちが光らなければ返していない、神の栄光を返していないということになるでしょう。太郎さん、落ち着くかどうかということではありません。手を合わせて落ち着けばいいということではありません。神様に栄光を返しているかどうか、それが大事なんですね。仏壇に手を合わせて、ね、イエス様は喜ぶと思いますか。イエス様は心が落ち着かないと思いますよ。太郎さんが仏壇に手を合わせたら、イエス様の心は落ち着きません。ラブタンさん、おはようございます。だから伝道は重要なんですね。そうですね、私たちの人生は何なのか。私たちの人生は、神の栄光を表しているのか、その神の栄光を盗んでいるのかということですね。それはとても大事なポイントです。聖書にはこう書いてありますね。聖書には、食べるのも歩くのも神の栄光を表しなさい、何をするにしても神の栄光を表しなさいということです。神の栄光返しということは、神の御心を行うということです。皆さん、盗んだり嘘をつくことが神に栄光を表していると思いますか。いえ、盗んだりですね、嘘をついたり悪い言葉を使うのは神の栄光を表しません。私たちは綺麗な言葉、徳のある言葉、人を励ます言葉を、語ってこそ神に栄光を返すのです。私たちはクリスチャンは口論してはいけないと書かれています。口喧嘩ですね、口喧嘩は神の栄光を表しません。私たちはそのように、神に対して責任があるわけですね。責任があります。キリスト教って得って考えあるんですか。ありますよ。徳というのはですね、まさに神の栄光を表していること、神の栄光を表していることが徳と言えるんではないでしょうか。仏壇に十字架を置くのはどうですか。よくない。仏壇というのは偶像崇拝の場所でしょ。偶像崇拝の場所に十字架を置くのはふさわしくないと思いますね。悪魔に出ていけって口論する、あれは口論じゃないですよ。悪魔に出ていけっていうのは宣言ですね。宣言、口論ではないんです。みーちゃん、神の御心をすることがお返しの一つなんですね。そうですね、神様からもらったばかりちゃんとお返しするようにしますね。改めます、アメン。今日のタイトルはですね、イエス様を信じると神官になる、イエス様を信じると神官になる、
最近はですね、日韓関係が悪いです。日韓関係が悪いです。それはですね、意味があるんですね。意味があります。それはどういう意味ですか。皆さん、戦前戦中は喧嘩だったんですよ。皆さん喧中喧嘩だったんですね。そしてもちろん皆さん知ってますけど、知ってると思いますが、戦中は鬼畜、鬼畜米英、つまり、県米県英だったんですね。まあ、県英県米って言葉はないですけど、欧米に対してね、欧米に対して、反欧米だったわけです。それが、まあ、それと戦争と関係があるんですね。戦争というのはそういう、まあ、敵国に対して、まあ、嫌悪があったわけですね。嫌悪があって、そして戦争に突入していきます。その時教会は立ち上がって、教会は立ち上がってですね、そういうことを良くないと、戦争は良くないと言うべきだったんです。ところが日本の教会は立ち上がってですね、戦争反対しなかったんです、ね、戦争反対しなくて、むしろですね、協力しちゃったわけですね。そこに日本の教会の悲劇があります。日本の教会の悲劇、ナチの時もそうですね。ナチの時もですね、ドイツの教会が立ち上がるべきでしたけど、立ち上がった教会もあったのかもしれませんが、教会が戦いませんでした。もし日本でもドイツでも教会が立ち上がってですね、戦争反対をしたら、ちょっと状況が違ってたかもしれません。しかし日本は敗戦しました。敗戦の結果、日本は民主主義が導入されました。そして戦後しばらく日本はですね、そういう民主主義的な、その反ナショナリズムと言いましょうか、反のナショナリズムでいましたけど、ここ戦後70年、ここ戦後70年、もう一度ですね、そういうナショナリズムが台頭してきたんですね。どうして今頃ナショナリズムが台頭してきたか、まあ、これは世界的な流れかもしれません。そして、その今反韓反中がですね、また以前ね、その反韓反中が廃れたにもかかわらず、また戦後78年、また反韓反中がモコ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 っとですね、この芽を出してきた。だからこれは良くないことなんですね。良くないことです。皆さん考えてくださいね。反日とか反韓とか、これはですね、人種差別じゃないですか。皆さんそう思いませんか。反日とか反韓とか反中とか、これ人種差別ですよ。皆さんどう考えても良くないでしょ。ナショナリズムはおかしいでしょね。自分の国だけが良くなればいいとか、自分の国だけが正しいとか、おかしいじゃないですかね。私たちはもうそういう過去の、ね、痛い経験をしてきたじゃないですか。ナチズムを見てください、ね、ナチズム、それから日本の戦争を見てください。もうナショナリズムはコリゴリでしょ。皆さん、ナショナリズムがいかに良くないかってことはもう体験してきたわけじゃないですか。にもかかわらずまたナショナリズムが出てくるって、まあどうよって見えるどうよ。私たちは、ね、そういう、反韓反中がですね、反日もそうですね、反韓 反日反中、これがナショナリズムであって良くないということ、私は考えなければなりません。そしてそれは敵意であり、敵意であり、人間の罪の本質だということを分かってください。差別、差別
というのは人間の罪の本質です。そこに、問題があります。社会がこんなめちゃくちゃなのは、社会がめちゃくちゃなのは、そういう敵意が問題なんです。昨日の日曜の礼拝でも、まあ、互いに敬い合いましょうという話をしました。日韓今敬い合ってないじゃないですか、ね、もちろん韓国は韓国の問題があります。でも私たちは相手がどうであれということですね。相手がどうであれ、こちらは正しく歩むべきだということです。向こうが反日であっても、もちろん反日良くないですよ。反日も敵ですからね。反日は良くないです。ただ私たちは、ね、韓国や中国に対して、反日やめなさいというのではなく、相手がたとえそうであったとしても、私たちは反韓であってはいけない、反中であってはいけない。それがイエス様の教えなんです。イエス様の教えは、許しなさい、そして隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、それがイエス様の教えです。ということは、クリスチャンになるということはね、イエス様を信じてクリスチャンになるということは、敵意を捨てなきゃいけない。敵意を捨てることが信仰と言ってもいいぐらいです、ね、敵意を捨てることが、信仰と言ってもいいんです。つまり敵意を捨てるということは、もう喧嘩であってはいけない、喧嘩であってはいけない、神官にならなければいけない、拳中になってはいけない、神中にならなければならないということですね。ですから神様は今日本にですね、日本に罪というものを教えようとしているんだと思います。この間の小4事件でもあるように、それは国内の問題でもあるんです。罪というのは、そのように人を殺したり、いじめをしたり、それからパワハラをしたり、そういうことがやっぱり敵であり、罪なんだって、ごめんなさい、そういうことが罪です。だから国内であったとしても国外であったとしても問題は同じなんです。国内の問題、国外の問題、同じなんです。何ですか？敵意があるということです。その敵意イコール罪ということです。敵意イコール罪、差別イコール罪。皆さん、そのことが分かれば、私たちはとても人生が変わるんですね。とても人生が変わります。私たちは悔い改めて敵意を捨てる、悔い改めて敵意を捨てる。そこにですね、クリスチャンの入り口があるわけですね。クリスチャンの入り口があります。バイト先でパワハラを受けているけど、僕は体力があるから大丈夫。あ、そうですか。でもジセルさん、パワハラを受けても相手を許しましょう。パワハラを受けて敵意を持つならばよくあります。パワハラを受けてて、むしろ愛を示しましょうね。敵意を捨てて愛を示す。それがイエス様の教えです。イエス様の教えは、敵を愛せよという教え。これがイエス様の教えです。はい、それではですね、明石タイム行きましょう。みーちゃん、神の愛を持ったら優しくなれるよ。イエス様を信じたら、喧嘩から神官になった証。イエス様を信じたら敵がなくなってきた証。イエス様を信じたら差別がなくなってきた証。イエス様を信じたら人と平和を保てるようになってきた証。スタート。ニコ生コメントが出ない。すいません。ニコ生コメントが出ないです。ごめんなさい。
どうして出ないのかな。ごめんなさいね、ニコ生が。ニコ生コメントが出なくて申し訳ありません。いちごミルクさん、こっちは敵を持ってなくても向こうが喧嘩を売ってくるのは困りますね。イエス様はそれでもいいので、こっちが敵を捨てることが大事。向こうはね、信仰がなければ敵を捨てれません。でもイエス様が言ったのは、まずあなたが敵を捨てなさいと、あなたが敵を捨てなさいとおっしゃってます。だから相手がどうである、相手がどうである、相手がどうであれ、私たちは敵を捨てること、それがイエス様の教えですね。兄ちゃん、この世を愛し、あの世まで愛せるようになった。中国では神は信じられているのですか。中国は共産主義の国ですが、独裁の国ですが、クリスチャンは1割いるんです。皆さん1割いるんですよ。すごいですよね、クリスチャン1割もいる。すごいと思いますね、クリスチャン1割もいます。ちょっと直さなきゃ。兄ちゃん、コンビニでバイトしてるんだけど、神の愛で接客したら、ドキュンの人が優しくなったよ、キューちゃん。アメン。アメン。皆さんが神の愛で歩むならば、奇跡が起きます。皆さんが、神の愛で歩むならば、奇跡が起きるんですね。前日さん、おはようございます。そう、中国では1割クリスチャンですよ。だから1億人以上いるんです。すごいでしょ。日本の人口ぐらい、中国では日本の人口ぐらいクリスチャンいるんです。すごいです。日本は100万人もいないんですよ。日本はクリスチャンが100万人もいないのに、中国では1億人も以上もいる。つまりざっと計算しても100倍以上ということですね。桃香さん、イエス様を信仰する前から韓国は好きですが、イエス様を信仰したらもっと韓国を好きになりました。韓国が良くなるように祈ろうと思いました。仲良くなれる道はイエス様に祈ることだと分かってきました。アメン。アメン。私の前立腺肥大も病気も治りますか。イエス様に不可能はありません。イエス様に不可能はありません。イエス様は本当の医者です。イエス様は本当の医者です。兄ちゃん、今日も空が綺麗。イエス様ありがとう。今日も空が綺麗。こっちはまだちょっと曇ってますが、そのうち、晴れるかもしれませんね。あなたは韓国のことしか話してませんが、どうしてですか。いや、イスラエルのことも話するし、中国のことも話します。アメリカのことも話しますよ。香港のことも話しますよ、ね、イスラム教はいないんですか。あ、おはようございます。中国の西の方にですね、
チベット、昔のチベット、ウイグル族かな、ウイグル族がいてですね、ウイグル族はイスラム教なんです。で、中国はですね弾圧してますね、そのイスラム教をやめさせて共産主義を教え込んでいます。それはとんでもないことですが、そういう人権侵害、中国はとんでもない人権侵害をしています。宗教の自由を認めない、宗教の自由を認めない、要するに共産党独裁ですね、共産主義、それはとんでもないことです。いや、ウイグル自治区はね、多分イスラム教だと思いますね、イスラム教だと思います。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、皆さん、私たちは教会はですね、教会はその社会に対して正義を主張します。社会に対して正義を主張します。もし日本がそういう反感でですね、反感ブームがもしあるならば、教会は立ち上がって、それは良くない、反感ブームは良くない、反中は良くないと、そのように、世の中に警告すること、それが教会の働きなんです。教会の働き、戦争中教会がそれをするべきだった、戦前戦中は教会がそれをすべきだったけど、まあ、一部の教会をそれしたんです。もちろん迫害に遭いました。宗教弾圧がありました。でもするべきです。ですから今は、宗教弾圧がないかもしれませんが、今こういう反感ブームの時に、教会が立ち上がり、クリスチャンが立ち上がり、正論を言うべきです。差別は良くない。当たり前ですね。差別が良くないのは当たり前でしょ。差別が良くない。ヘイトは良くない。ヘイトスピーチがいいわけないですよね、皆さん。ヘイトスピーチの法律ができましたよね。みんな正論では分かっています。正論では分かってますけど、イエス様を信じていない日本、イエス様を信じていない日本は、そのように反感反中という敵意があります。つまりむしろそういう敵意があるということを教える、罪があるということを教えるために、そういう現象が起きているのだと思います。ニュースにいろんな殺人、虐待のニュースが多いということも同じです。神様は人間の罪を指摘しています。そしてその罪のゆえに社会がめちゃくちゃになっている、罪のゆえに平和が脅かされている、罪のゆえに人々が苦しんでいる、特に弱い者が罪によって苦しんでいる、そういう状況の中で、イエス様を信じて罪を捨てよう、罪を悔い改めよう、教会は、今立ち上がる時ではないでしょうか。教会が立ち上がり、クリスチャンが立ち上がって、日本が良くなるためには、そういう喧嘩こそ、日本の、癌だと。癌というのは結局、命を損なう病気です。死んでいく病気です。罪の報酬は死だと書いてあるんですね。罪の報酬は死だから、私たちはそういう喧嘩という癌が日本を滅ぼすんだ。戦争がまさにそうでしょ。あの戦争はある意味ではほとんど日本は滅んだわけですね。もう焼け野原になりました。それは喧嘩という癌によって、ナショナリズムという癌によって日本は滅びかけたんです。また同じことをしていいんですか。また日本が滅んでいいんですか。日本が滅びないためには、その癌をみんなが理解しなければなりません。同じ罪を犯してはいけません。
同じ罪を犯してはいけません。ぼっちさん、まだわからないんですか、ね、まだわからないんですか。私たちは、神の愛で、神の愛で隣人を愛さなければ、お互いの平和繁栄がないんです。今回の玄関ブームで、玄関ブームでいかに両国の経済が疲弊してるかあるでしょ。日本にも韓国の人が旅行に来なくなって、観光地では非常に困っているわけです。それは本当に玄関ということは、玄関ということは日本のとてもマイナスなんだ、大きなマイナスなんだということを皆さん理解しましょう。それではですね、そうですね、皆さんが少しでも分かってほしい、少しでも日本の問題点、世界の問題点、人間の問題点を分かってほしいと思います。皆さんが玄関から新刊になれば、皆さんが玄関から新刊になれば、日本は良くなるんですね。日本が良くなります。多くの人は勘違いしてますね。勘違いしてます。日本を良くしようと喧嘩になっているのかもしれませんが、それが逆効果だということですね。逆効果、自分の命を愛する者は命を失う、自分の命を愛そうとする者は、救おうとする者は命を、失うとあります。戦争のきっかけですか、罪ですね、人間の罪、人間の敵、人間の敵によって戦争が起きます。ヤコブ4章かな、ヤコブ4章ぐらいに、争いの原因は欲だとありますね。欲が原因で喧嘩が起きます。それでは丸気をしましょう。今日の放送で、あ、わかった、なんとなくわかった、喧嘩が結局両国にマイナスだということがわかった。反日も良くない、反日も良くないけど喧嘩は良くない。喧嘩喧中によって戦争してしまった大きな失敗があるにもかかわらず、もう一度それをしようとしていることはなんと愚かだ。罪という問題があるから、罪という問題があるから人種差別、差別があるということが分かった。私の中にも嫌悪感がある、憎しみがある、反感があったけど、それを悔い改めてイエス様を信じて、それを取ってもらおう。私の中の嫌悪をイエス様に取ってもらおう。十字架によって嫌悪を取ってもらいたい。罪を許してほしいと思う方はアメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。自分の中の差別、自分の中のプライド、自分の中の傲慢、それを取ってもらいたい方はアメン、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 アメン。モーカさん、アヤポンさん、マーブルさん、ミーちゃん、カズさん、ルルさん、マユちゃん、アメン、アメン。銀さん、前日さん、アメン、アメン。アメン。マルさん、天の父様、感謝します。私たちは今日韓が悪いですが、その原因が、多くの人は相手が悪い、お互いに相手が悪いと言っています。しかしそうではない。相手が悪いのではなく、自分の中の差別、敵、憎悪が問題だということが分かっていません。お互いに悔い改める必要があります。お互いに悔い改めて、まず自分の心の中の差別、敵を
悔い改めなければなりません。イエス様どうぞ今アーメンといった方々の心の中の敵意を取ってください。十字架によって敵意を取ってください。私たちの心が清くなりますように、憎しみや、高ぶりが ないように、神の愛で、神の愛で韓国を愛し、神の愛で中国を愛せるようにしてください。多くの人たちはまだそれが分かっていません。敵意が当たり前の世の中になっています。敵意、差別が当たり前になっていますが、日本を変えてください。日本を変えるというのはまさに日本から敵意を、捨てることであると思います。日本が救われるというのはイエス様を信じて多くの人たちが罪を悔い改めて韓国を愛すること、韓国を愛することこそ日本の救いだと信じますので、イエス様どうぞその働きを拡大してください。この反感ということが原因だということを多くの人が知ることができますよ、知ることができますように、多くの人がその耳を傾け、ああそうだったんだ、そうだったんだ、正しいことを言ってるようだけど、それは結局は、日本を滅びに迎えさせていることだということが分かった。イエス様を信じてこれからは嫌韓ではなく新韓になろうと多くの人が思うようになりますように、日本を祝福してください。韓国を祝福してください。日韓の敵を取ってください。日韓の敵、日中の敵を取って、クリスチャンが互いに愛し合うように、日韓日中も愛し合うようになりますように、愛し合う国となりますように、差別のない国、敵意のない国、いじめのない国、そういう国となりますように、日本がそういう国となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、いやみーちゃん大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、皆さんがその真理を知ってほしいのですね、真理を知ってほしいのです。そして一緒に、イエス様を述べ伝えましょう。一緒に福音を述べ伝えましょう。日本から敵意を取ること、日本から悪意を取ること、これが大事なポイントです。それでは皆さん、夜7時にまたお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。シャローン。良い一日を。シャローン。シャローン。シャローン。